こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は、1月の21日の金曜日、今日はですね、この自民党の、議員総会やる部屋でですね、このビデオを撮らせていただいております。で、今日は実は1月21日というのは、西部進先生の、4回忌に実はなるんですね。で、毎年私、西部先生のこの命日にはですね、多摩川に行きまして花を手向けてきたわけですけれども、今回は、これ、ちょうど本会議がですね、この金曜日に開かれますので、行く暇もないので、実はその後ですね、この親しい方々とこの西部先生を偲んでの会をやろうということになっていたんですけれども、これも東京ではこのまん防宣言が出されて、このいわゆる4人以上で集まってくれるのはご遠慮くださいという形になるということで、結局ですね、その会もなくなってしまったということなんですけれども、西部先生が亡くなるたびに私もいつも、この多摩川に行って、先生が今おられたらどういうことをおっしゃるかなということを、常々、考えていたわけです。さて、そんな中で、国会は、今、ちょうど参議院での、今週も本会議があり、来週からは衆議院で予算委員会が始まっていきますが、一つ大きな、焦点の一つはですね、このオミクロン株対応ですね。首都圏はじめ13、15の、都県で、そういうまん防、まん延防止策を、出すということになったり、それから今日はですね、京都、大阪、兵庫県で、共同歩調でそれをやっていこうということになっていますが、しかしこれ、もう片方で皆さん方もこれお気づきだと思いますけれども、感染者数は爆発的に増えていってますよね。で、爆発的に増えていってますけれども、前の第5波に比べまして、死亡者数、重症者数というのは圧倒的に少ない。そしてですね、このかかっている人は多くは若者なんですよね。で、若者が活動が、活発にされますから、そこで、この感染をし、それが家庭の中で、多分移っていってるんだろうということですが、しかし、それもそういう形で広がっていってるんですけども、ちょっと熱が出たんで、何だろうと、というと、この念のために PCR 検査したら、陽性だったと。で、そこで行政検査をやってもらって、やると、家族みんなが陽性だということがわかるんですけれども、しかし、じゃあどういう症状かというと、ほとんどが無症状、もしくは軽症などの痛み程度で、いわゆる風邪なんですよね。で、そこで私は先日の部会でも申し上げたんですけれども、要は、PCR 検査というですね、最新のそういう検査キットが、あるから、もちろんこの、コロナ、オミクロンの、感染、だということがわかるけれども、もしこれなければですね、どういうことになっていたのかと。おそらく、毎年ですね、インフルエンザでもですね、多い時は2000万人ぐらい、日本で感染者が出たりすることもあるんです。で、その場合もっと、今よりもっと、この、症状も強いし、たくさんの方が、この病院に行かれたりすることになるんでしょうけれども、今のような感染状況ですとですね、結局は、普通の風邪と同じように、もしああいう検査キットがなければですね、昨年はなんだか知らないけれども、なんか風邪のきついので、こじらして亡くなる方が結構いたと。で、今年は、今年になってからそういう方はほとんど出なくて、毎年のような、風邪がちょっと流行ってますね。というので、実は、これが、もう少し、例えば100年前の日本だったら、もう完全に、新型コロナウイルスは収束したことになっているわけですよ。実際。で、つまり、今のこの事態を招いているのは何かというと、PCR 検査の、陽性者、それが、増えてきたことをもってですね、様々な行政的な制限を加えたりする、指標にしているから問題が出ているわけで、実際に医療を受けなければならない方、そういう方がですね、しっかり医療を受けられる仕組みを確保できていればですね、全く普通の方と同じなわけですよ。
そして、その医療を受けられるように、待機も含めたベッド数はですね、確保してるんですけれども、このPCR 検査で陽性になった方、そういう方々をですね、このどんどん、そういうベッドを使う方に使ってしまったためにですね、自ら招いた医療崩壊を、自ら医療崩壊を招く方向に走ってるわけですよね。ですから、まあ、今回、この専門家会議の分科会の尾身先生も、ようやくですね、若者は、直接そういうことやらなくてもいいという趣旨の発言をされたようでありますが、まあ、当然の話でありますね。で、むしろ、お店は今までむしろですね、徹底的に3密回避とか言っていたわけですけれども、要するにこの感染症の出口というのは一体何かというと、結局はですね、集団免疫をみんな獲得する以外ないわけですね。で、かつてのデルタ株のような場合にはですね、結局これ強毒性が強かった。ですから、そのためにですね、感染、みんなが感染拡大して集団免疫取ればいいというのはちょっと乱暴な議論になって、その分お亡くなりになったりですね、重い症状で苦しんだりする人は結構たくさんいることになりますから、そうならないようにするためにはやっぱりワクチンだろうということで、ワクチン2回接種、まあ、8割の人が日本で打っていただいたと、まあ、1億人近い方が打っていただいたわけでありますから、その結果デルタ株というのはですね、もうそれで収束した。第5波は去年の、秋には収束していったわけですよね。で、そしてしばらくそれで良かったんですが、今度は変異した、このオミクロンという、まあ、株がですね、世界中に蔓延していったと。で、これは、ワクチンを打っていてもですね、ものすごい、この感染力があって、次々と今も、世界中に流行っていきましたけれども、一番、流行ったのは、元々の発祥地は、これ南アフリカですよね。ところが南アフリカではもう完全に収束状態になっていったと。あっという間に流行って、あっという間に小さくなってきたわけですよね。で、そして、日本では元々、デルタも含めてですね、死亡者数等はですね、世界で比べると圧倒的に少なかった。というのは、このワクチンだけではなくてですね、そもそも日本人は何かファクター X とか言われてますけれども、おそらく、過去に日本で、コロナウイルスによく似たですね、風邪が流行ったんでしょうね。だからそのための抗体を多分日本人が持っている。その原因は、まだしっかり科学的に解明されてませんけれども、結果としてそういう事実があるわけですね。世界に比べて非常に死亡者数、重症化比率も少ないと。で、その上で今、ワクチン接種を2回した後オミクロンが流行ってますけれども、結局これはですね、冒頭から申し上げましたように、陽性者数が増えてもですね、無症状の方が圧倒的に多いということですから、これ自体はですね、どん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 広がっていけば、早くですね、みんなが、この感染をしてしまえば、ワクチン接種する前にですね、おそらく、みんなが集団的免疫を獲得することになるわけですね。で、そう考えると、オミクロンの、この流行というのはですね、まさに変異をどん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 ウイルスは繰り返していくんですけれども、変異を繰り返していくことによって、結局、その宿り主との共生になるわけですね。宿り主を殺してしまえば、自分たちのウイルスも、これは蔓延できない。生き残ることができない。ウイルスが生き残るためには、宿り主が健康で、そしてたくさんの人と接触してくれる。そのことによって自分たちの遺伝子がどんどん残っていくわけですからね。だからそういうことを考えると、今回のこのオミクロン株というのはですね、人間と人類と共生する最終的な手段として出てきたんじゃないか。で、それは、つまり、オミクロンということの出現をもってですね、コロナウイルスの次元というのはもう、一段落つくということが想像されるわけです。で、おそらく、この第5波はですね、確か、7月ぐらいから10月ぐらいまで3ヶ月間急にこう上がって下がりましたけれども、今回はもっとそれよりも早いスピードで、感染者数が増えてますよね。ということは逆に言うと、感染の拡大期間もかなり小さい。一月あたりで終わる可能性があるわけですよね。そうすると、そういう形で感染者数が減ってきたときにですね、今考えてみれば、今1月の21日ですね、一月と2月いっぱいもすれば、
おそらくこれも収束している形になると思いますね。であるにもかかわらず今からですね、ワクチン接種をどんどんやっていくと。でしかも、あんまりですね、もともと、子供たちについてはですね、重症化リスクというのはないと。もしも、かかってもですね、デルタにしても、これ重症化することはないと言われていた。そしてオミクロンならなおさらないわけですけれども、その方々にまで、ワクチンを打っていくというのをやっていくことはですね、これちょっと理にかなわないのではないかと。でむしろ、ワクチン接種というのもですね、集団免疫を取るためには大事なんですけれども、当然、ある一定割合、わずかな人であっても、それなりにですね、この副作用というのも報告があるわけですから、その元々、重症化しない、また無症状の場合が多いだろうと言われている子どもたちまでやる必要があるのかといえば、ないだろうと私は思います。そして、それと同じようにですね、こういう状態ですからまん延防止とかいう措置を取る必要があるのかといえばそれもないのではないかと。要するに、コロナウイルスの最終の今局面というのはですね、感染力は多いけれども、重症化リスクの毒性の少ない、変異ウイルスになったおかげで、要するにコロナと、共存するウィズコロナ時代がですね、幕を開いたと。だからコロナをですね、もって、新型感染症という括りでですね、社会的ないろいろな対策をしてきましたけれども、いわゆる第2類として扱っていたのはですね、もうそろそろ普通と、この風邪と同じようにですね、第5類扱いで、行政が直接、病院に行けとか、こう隔離するとか言うんじゃなくて、お医者さんがですね、病院が、医療機関が自分たちの判断で、症状があって治療を受けなきゃならない人は治療を受けていただくと。その必要のない方は自宅待機で、薬だけ飲んでしばらく、ゆっくり寝ていただくと、まあ、そういう形の判断を医療機関がやっていく、それの方が、結果的にですね、社会を壊さず、また人の健康も、この被害を与えず一番いい形になるのではないかと。もうそろそろこういうことを考えていかなければならない時に来ていると私は思います。まあ、この話は自民党の部会でも何度も言ってきたんですけれども、なかなかですね、行政も、また政治家サイドもですね、そういうふうにみんなが思うようになればやりたいと思ってるんですけれども、まだ国民の意見がですね、いや感染者数が増えて大変だ大変だと、まあ、これマスコミがあるからですけれども、そう言ってる時にいや大丈夫ですと、もうそのままですね、普通の風邪と同じように扱いしますってことを言うと非難されたり、この大変な袋叩きに遭うということを恐れているわけですね。で、しかしそれでは私は正しい判断できないと思います。国民全体の利益を考えて、やっぱりしっかりと言うべきことを言わなきゃならないということで、今日は私の発言をさせていただきました。本日もご覧になっていただきましてありがとうございました。